明石武徳。家康も存在を恐れたキリシタン武将。大阪の陣を生き延びていた。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、明石武徳について紹介していこうと思います。徳川と豊臣の決戦となった大阪の陣において、ひときわ異彩を放つ武将の姿がありました。南蛮鎧にビロードのマント、首から下げた十字架は輝くばかり。大勢のキリシタンまで引き連れているではありませんか。と、ここまではあくまで想像に過ぎませんが、きっと明石武徳のいでたちはそんな感じだったのではないでしょうか。関ヶ原の戦い、大阪の陣と奮戦し、あの家康すら恐れた明石武徳の存在。しかしその最後は謎のベールに包まれているのです。そんな武徳の生涯をじっくりと紐解いていきましょう。武徳が生まれた明石氏とは、明石武徳とは不思議な武将で、その名前の読みすら武徳以外に照住、前頭と呼ばれますし、影森、森重といった意味名が複数伝わっています。そればかりではありません。武徳はキリシタンでしたから、ジョアンという洗礼名も持っていますし、通称ではカモンと呼ばれたほど。とにかく謎の多い人物だと言えるでしょう。武徳が生まれた明石氏ですが、もともとは播磨の国にルーツがあったとされています。そう、現在の兵庫県明石市ですね。古代から明石の国の宮津湖としてその存在が知られており、神戸市から明石市一帯を支配下に置く豪族だったようです。室町時代に赤松氏が播磨守護になると、その重臣となり、やがて枝分かれした明石氏所流は備前の国、岡山県東部へ移りました。これが備前明石氏の始まりです。記録に現れるのは武徳の父行勝の頃で、備前を支配した浦上氏の重臣として活躍しました。やがて宇喜多直家が下克上を起こし、浦上氏を滅亡させた時には行勝も大いに協力したようです。また明石氏は伝統ある家柄ゆえに、宇喜多氏の臣下ではなく各省扱いで厚く遇したといいます。その後行勝は拠点を保義城に移し、1569年頃に生まれたのが武徳でした。武徳の幼少時代は明らかではありませんが、13歳の頃にようやく記録に現れてきます。1582年6月、羽柴秀吉の中国大返しの際に宇喜多氏の人質として姫路城に留め置かれ、やがて山崎の戦いで秀吉が勝利すると備前へ戻ることを許されました。1585年、秀吉の四国遠征に参陣した武徳は初陣を果たします。その後、宇喜多軍の中にあって九州征伐、小田原の役と実戦経験を積んでいくのでした。明石氏は宇喜多家中にあって4万石の大臣となり、武徳もまた直家の娘を正室として迎えています。宇喜多氏の忠誠たる役目を期待されたのでしょう。宇喜多氏の家裁として、ちなみに武徳の母親は直家の妹でした。ですから宇喜多秀家の義兄にあたります。やがて文禄の役が始まると、武徳は秀家と共に朝鮮へ渡って戦いました。武徳の武将としての才覚は、この苦しい戦いを経て培われていったものと思われます。文禄の役が終わった後、積極的に各地の普請工事に携わっていた武徳ですが、その働きぶりから秀吉に大層気に入られるようになりました。秀吉が秀家の岳父だったこともあったのでしょう。豊臣の直臣扱いとなって、
10万石の大臣にまで出世したのでした。一方で武則はこの頃にキリスト教に入信したものと思われます。各地の大名が次々にキリシタンとなり、浮田家中でも入信する者が相次いだ頃でした。そのようなブームの中で、浮田氏の一族だった浮田顕家からキリシタンになるよう勧められたのです。まだ厳しい禁教令が出されていない頃ですし、キリスト教に傾倒した武則は熱心な信者になったといいます。また宣教師たちを自らの屋敷に保護したとされていますね。そして1598年、天下人秀吉が亡くなり、世間がにわかに緊張の度を増していた頃、浮田家にも思わぬ激震が走ります。世に言う浮田騒動という家中のトラブルだったのですが、有力家臣同士の分裂構想にまで発展し、浮田顕家や戸川道康、花房正成といった歴戦の面々が出奔する騒ぎとなりました。また家裁を務めていた長船綱直が殺害されるに及び、ついに家中を取り仕切るべく人物がいなくなってしまったのです。そこで白羽の矢が立ったのが武則でした。大臣の重臣でありながら、これまで政治について関与してこなかった武則でしたが、浮田氏の行く末は彼の双肩にかかることとなったのです。武則は持ち前の器量を発揮し、家裁として家中をまとめ上げることに成功しました。しかし一連の騒動によって浮田氏は大きく弱体化し、その戦力も大幅に減退することになりました。この時のダメージが関ヶ原の戦いにおいて大きく影響するのです。関ヶ原の戦いで西軍の主力に。1600年、石田三成の挙兵に応じて浮田秀家も連携し、西軍主力として行動を開始します。武則もまた浮田隊の先鋒として従軍し、手始めに伏見城を激しい戦いの末に攻略しました。続いて関ヶ原合戦の前哨戦といえる栗瀬川の戦いでは、巧みな戦術を駆使して中村有馬勢を翻弄、たやすく打ち破って奇勢を上げました。西軍の副将閣だった秀家は天満山に陣を取り、東軍の接近を待ち構えます。浮田勢1万7千のうち8千を武則が率いていました。9月15日、ついに東軍の猛将福島正則隊と激突。一進一退の攻防が繰り広げられます。双方の旗は入り乱れ、武則も最前線で将兵たちを叱咤激励、自らも槍を取って奮闘しました。浮田隊の戦いぶりは凄まじく、あの正則をして一時的に退却を余儀なくさせたそうです。しかし松尾山にいた小早川秀明の裏切りから、戦況は一気に東軍有利となったのでした。大谷義継隊が壊滅すると、西軍陣営は連鎖反応的に崩れ去っていきます。隣に陣取っていた浮田隊は腹背に敵を抱えて苦戦し、前線で戦っていた武則は孤立を恐れて本陣への退却を命じます。本陣では秀家が激高して、あの秀明の小アッパメと差し違えてくれようぞと叫んでいました。しかし明らかに戦況は絶望的、このままでは秀家をみすみす打たせてしまうことになるでしょう。そこで武則は秀家を諭します。殿よ、ここで殿が打たれたら誰が秀頼公をお守りできましょう。ひとまずここは落ちなされ、落ちて再起を図ることが肝要でございます。一旦秀家を戦場から離脱させた後、しんがりを務めたのが武則でした。ここからが武則の本領発揮。巧みな傭兵で東軍の追撃をかわし、見事に戦場を脱出したのです。大阪から船で播磨へ渡り、その後岡山城へ戻ったのですが、すでに城は荒らされて秀家の姿もありません。それもそのはず、秀家は遠く薩摩、鹿児島県まで落ち延びていたのです。その後秀家は徳川方に引き渡されて八丈島へ流刑となり、もちろん浮田家も取り潰されました。
竹則も浪人となってしまいます。仕えるべき主家を失ったことで、静かに進行しつつ余生を送るつもりだった竹則ですが、彼の武勇を惜しんだ大名たちから引く手あまただったそうです。関ヶ原の翌年、竹則は黒田官兵衛からの誘いで筑前へ向かいます。官兵衛の母は播磨明石氏の出身ですから、その縁もあったのでしょう。また同じキリシタンだったからという説もありますね。しかし官兵衛が死去した後、息子の長政は手のひらを返したようにキリシタン弾圧に踏み切ります。竹則の領地も取り上げられ、まるで追われるかのように柳川藩の田中義政を頼ったのでした。キリシタンたちと大阪入城を果たす。諸説ありますが、田中義政はキリスト教に対して寛容だったとされており、竹則を客分として扱ってくれたそうです。しかし江戸幕府によるキリシタン取り締まりは厳しく、1614年の禁教令が発せられると、宣教師たちはすべて国外追放とされ、教会は破壊され、全国的な弾圧が吹き荒れました。当時のキリシタンたちの総数は60万とも70万ともされていますから、彼らは全く行き場をなくしてしまったわけです。そこで立ち上がったのが竹則でした。折しも豊臣と徳川の溝は決定的となり、大阪城では戦いの準備を進めていました。豊臣方へ参陣するべく、数千に及ぶキリシタンたちを引き連れて入城したのです。我らが生きる場所を得るために徳川と戦う。大阪城へ入った浪人たちとは違い、竹則は手柄を挙げて褒美をもらうことに興味はありません。なんとか徳川に勝ってキリシタンが生きるべき道を探ろうとしていたのです。こうして信仰心で結ばれた集団は、城内でもひときわ異彩を放つ存在だったのでしょう。大阪城五人衆の一人となった竹則は、一軍を率いて大阪冬の陣で持ち場を守りました。この時は籠城戦だったため、竹則はさしたる戦闘には参加していません。しかし一旦講和がなった後、堀をすべて埋められた大阪城は丸裸となり、続く大阪夏の陣では城の外で幕府軍に立ち向かうしかありませんでした。大阪夏の陣とその後、1614年5月、幕府軍を迎撃するべく大阪城を発した豊臣軍は、檻からの濃霧に遮られて、行軍は遅々として進みません。そんな中、敵前へ突出しすぎた後藤又兵衛が討ち死に、敵の大軍が迫ってきたため、道明寺で迎え撃つこととなります。激しい戦いで豊臣方の薄木田兼助が討ち死にし、竹則隊は伊達勢、水野勢に包囲されました。しかし竹則は巧みに軍を指揮して敵方を翻弄し、混乱に陥れます。後続の毛利隊、真田隊と合流を果たした竹則は、なおも奮戦して各隊と共に敵を押し込み、戦線の崩壊を防いだのでした。翌日、天王寺岡山の決戦において、決死隊300を率いた竹則は、真田信繁らと共に徳川本陣を狙うという作戦に出ます。しかし家康を討ち取るまであと一歩のところで信繁が戦死。竹則は何とか活路を見出すべく、松平、本田、水野ら敵勢に囲まれる中を突破し、関ヶ原の時と同様に戦場を離脱したのでした。やがて大阪城が落ち、豊臣秀頼、淀殿の母子が自害することによって大阪の陣が終わるわけですが、その後の落ち武者狩りは徹底的に行われたそうです。秀頼の遺児国松をはじめとして、長宗我部盛親、大野春種らが捕獲されて斬首され、豊臣の残党は片っ端から処罰されました。しかし竹則が死んだ、または捕まったという正確な記録はありません。竹則が討ち死にしたと伝える徳川実記や石川家中留め書きなどは、江戸時代中期以降に編纂された書物ですし、当時を語る日記や書状に
竹則の記述が一切ないのです。これは一体どういうことなのでしょうか。おそらく首尾よく逃亡し、どこかに隠れ住んだという推理が正しいような気がします。竹則が自ら死を選ばず、とにかく逃げ延びようとした背景には、やはり多くのキリシタンたちの存在があったのではないでしょうか。自分が死ねばキリシタンたちは拠り所を失ってしまう、そんな思いから生きて生きて生き抜こうと考えたのではないでしょうか。一方、大阪の陣の直後から家康は明石狩りなる全国指名手配を指示していますし、その存在を恐れていた節があるのです。それもそのはず、ひとたびキリシタンたちが団結して反抗すれば、とても幕府の手に負えません。後の島原の乱がそれを証明しているのです。竹則生存説にはいくつかあって、実は伊達政宗が竹則を保護してかくまったとされていますね。幕府の探索が厳しくなったため、弘前藩の津軽氏に託したと言われていて、秋田県には今でも竹則の子孫たちが暮らしているそうです。また元国連事務総長の明石靖氏は竹則の子孫だとされており、その出身地はズバリ秋田県なのです。伊達氏は真田信繁の三女青梅や次男の大八を保護した実績もありますから、あながち作り話とは思えない節もあるのです。明石竹則のまとめ。その後半生が謎に満ちたキリシタン武将明石竹則。キリスト教が弾圧されていく中で、彼の存在はキリシタンたちの心の拠り所となったことでしょう。島原の乱のシンボルとなった天草四郎は実は竹則の息子だったという噂もあったほどですから、当時から竹則生存説は根強かったのでしょうね。浮竹と生き、その後は敬虔な信仰とともに暮らした竹則ですが、きっと静かに長寿を全うしたと考えたいですよね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。